こんにちは。報われない片思いを経験したことがない人なんてきっとこの世にはいないでしょう。あなたも今までに彼氏がいる、夫がいる、好きな人がいる女性を好きになってしまった経験はありませんか？初めからそうと知っていれば好きになろうとなんてしませんよね。でも一目惚れをしてしまったり考えないようにしてても好きで好きで彼女のことで頭がいっぱいになってしまう。そんな風に気になってしまう女性が現れた場合、あなたはどうするべきなのでしょう。奪い取るのが正解なのか、そっと見守り我慢するのが正解なのか、悩みますよね。今日は気になっている女性に好きな男がいた時にやるべきことについて解説していきたいと思います。今回は1、気になっている女性に本命の男がいた場合、2、気になっている女性に付き合っている男がいた場合、3、気になっている女性に夫がいた場合、この3点に絞ってそれぞれのパターンでお話ししていきます。きっと無理だよなという希望が見えない関係性にも必ず可能性は隠されているものです。その可能性の見つけ方と気をつけるべきポイントを詳しくお話ししますので、頭の中で想像を膨らませながらぜひ聞いてくださいね。1、気になっている女性に本命の男がいた場合。あなたが好きになってしまった女性が他の男性を本気で好きになっていた場合は、現段階ではあなたが彼女の心を奪うことはおそらく 95% 不可能です。なぜなら女性の頭の中は好きな男性でいっぱいだから。人にもよりますが、仕事も手につかなくなったり、頭の中でその男性とのあれこれを妄想して毎日が終わっているような場合も多いので、あなたが入る余地は皆無かもしれません。ただ残り 5% であり得る可能性としては、女性も本命以外の可能性を捨ててはいない場合です。つまり本命の男性にも他に好きな人がいたり、本命だけど結局幸せにはなれないと分かって好きでいる場合は、所詮はただの片思い中なのです。あなたの方に流れてくる可能性はまだ残っています。そんな場合はあなたはなるべく良き友達としてそばにいて悩みを聞いたり、切ないかもしれませんが本命男の話を聞いてあげることも大切です。楽しい時も苦しい時も一緒に過ごす時間が多い人が最後は大切な存在になります。ただそこから恋愛関係に発展するかどうかは人それぞれ。女性は好きだと言われると好きになっちゃうタイプであることが多いので、はっきりとあなたの好きの気持ちを伝えないにしても、もったいないね、君は幸せになるべきなのに、もっと他にも目を向けてみたらとさりげなく言ってみるのも一つの手です。ダメージを背負っている時ほどそばにいてくれる優しい人に心を許してしまうものなので、落ち込んでいる時ほど支えてあげましょう。女性が本当に叶いそうな恋に夢中になっている場合は、卑怯な手段は取らずにそっと見守りましょう。そういう時にストーカーになりそうな歪んだ考えが浮かんでしまうようであれば、どちらにせよ女性にはその本性がバレますし、あなたという人格の質と評判を落とすだけなので冷静であるべきですね。一人ではどうしようもないという時は、信頼できる友達などに話を聞いてもらってください。第三者の意見を聞くことでより冷静になれます。2、気になっている女性に付き合っている男がいた場合。彼氏がいる女性を好きになってしまった場合は、別れてこちらに来てくれる可能性 50%、 彼氏がいるからとバッサリ断られる可能性 50% です。これは今女性と彼氏との関係がどのようになっているかで変わってきます。彼氏と付き合い始めたばかりで盛り上がっている時はまず入り込めないでしょう。逆に 6,7 年と長い間付き合っている場合はまたケースによって違います。長年付き合っているのに結婚に進まない場合、女性の方が本当はもうそろそろ結婚とか考えたいのにはっきりしなくてイライラとしている状態であれば、その彼氏に見切りをつけてこちらに来る可能性は高いです。女性の気持ちが長年付き合っていてもうこの人だって決めているという場合は、ひとまずアクションは起こさずにそっと見守りましょう。付き合い年数がたとえ長くなくとも、半年付き合って別れる、3年で別れるというのもよくある話です。その背景には、付き合ってみたらなんか違った、体の相性はいいけど小さな性格の不一致が重なる、体の相性が悪かった、飽きてきたといろいろあると思います。いずれにしてもあなたが女性の仲の良い友達としてそばにいて状況を教えてもらえる立場にさえいれば、チャンスがいつなのかは探れるのです。
いつも一緒にいればそのうち、彼氏とうまくいってないなら丸々と付き合えば、いつも一緒にいるし絶対相性いいよね、などとあなたのことを周りの友達が言い出します。そう言われると女性の方もあなたを自然と意識し始めてしまうのです。女性のことを支える温かな気持ちをいつも持ち続け、そっとそばにいる関係を維持しましょう。そして女性の彼氏への気持ちがフラフラし始めた時も、まずは焦らないで、もし無理に俺の方が君を幸せにできるという姿勢を見せて急に男を見せてしまっても、その時はまだ女性は彼氏が好きなのです、彼氏がいるのに私ダメだよねという反動が生まれてしまい、あっさり彼氏の方に気持ちが戻ってしまいます。何度か気持ちが離れては戻り、離れては戻りを繰り返している状況が来たら、少しずつアドバイスをしましょう。君のことどう思っているのかちゃんと彼と話してみたら、本当に好きな人にそんな傷つくことしないよなと俺は思う。今ちゃんと話ができなかったら、これからもずっとモヤモヤしてしまうと思うよ。あくまでも女性を思ってそうアドバイスすることで、女性は自分自身で行動に出るでしょう。その結果、女性が別れを選ぶか、やはり彼氏にしがみつくかはここではわかりません。ただ確実なのは、そのような寄り添った姿勢を女性にぶつけることで、女性の中ではあなたの優しい言葉や温かい姿勢が色濃く残ります。結果、いつか彼氏といるよりあなたといた方が幸せと自然と感じるようになる可能性は高いのです。3、気になっている女性に夫がいた場合。結婚している女性を好きになってしまった場合は、まず諦めるのが本来は先決です。なぜなら、もし良い関係に発展してしまったとして、結婚しているというだけで不倫で裁判、慰謝料など大きなリスクを伴うからです。さらに子供がいた場合、もっと状況は複雑になります。既婚の女性に夢中になってしまったとしても、あなたにとって見えている部分はごく一部でしかないのです。たとえ最終的にその女性と一緒になれたとしても、どこかに傷つく人が生まれたり、代償として何かを諦めなければいけないというような事態は避けられません。本当にこれで良かったのかなと後悔が生まれてしまう可能性が大きいので、一旦冷静になる必要があります。女性が旦那さんともうすでに冷めきっていた場合でも、女性と体の関係を持つのはまだ我慢しましょう。あくまで相談相手、友達という間柄にとどめておくことが大切です。どんな時でもアプローチするのはあなたの自由です。でも本当に最後、女性があなたのところに来てくれるという確証はないということを忘れないでください。結局結婚相手が一番、結局仮面夫婦だとしても生活の安定が一番という女性も現実には多いのです。ところで、結婚しているのにもしあなたと浮気をするような女性は、あなたと付き合ってもまた他の男性と浮気すると思いませんか？恋愛に夢中になりすぎて、よく皆さんここに関して忘れがちです。フラフラと気持ちが安定しない、浮気しやすい性格や癖というのは男女問わず結婚したとしても治りません。もっと周りに視野を広げて、趣味活動を充実させ、他の女性にも可能性を探しましょう。それがあなたにとって今できる最も健全な行動だと思います。いかがでしたか？最後までご覧いただいたあなたにはもうわかると思いますが、結局大切なことは相手を大切に、そして自分も大切にすることなのです。なんで俺のこと好きにならないんだよ、あの相手の男がいなくなればいいのに、などと敵対視する必要などありません。あなたが女性を好きになってしまったのと同じように、女性も他の男性を好きになってしまったというだけ。タイミングを恨む場合はあるかもしれませんが、過去にしがみついても仕方ありません。この先に期待をすること、そしてそのためにあなた自身が自分磨きに励み、充実した毎日を送ることが大切です。もう今頑張ってそうしてるよという場合は、少し冷静になって周りを見渡してみてください。あなたのことが気になっている他の女性が、実はもう近くにいるかもしれませんよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。